シャレムの太もものこれになりたい。どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、ゲームアップデートということで、まあ大型でもないんですけれども、まあ結構今月にしては多分かなり大きめのアップデートになるんじゃないでしょうか。これからのグランブルーファンタジーやグラブル生放送ですね、周年生放送にて言われていたゲームの調整が、本日行われましたので、まあそれがこういろいろと今までのゲームを便利にする、より便利にするアップデートだったということで見ていきたいなというふうに思っております。まあでっかいのだとあれだよね、ここのシェロカルテのトレジャー交換のアイテム交換についてとかの調整が入っていると思うので、ちょっと今回は見ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ゲームアップデートのお知らせ、多分下の方、いや上の方だった、どうやら上の方だった、いやどうやら上の方でもないらしい。ここや、一番下や。ご利用ありがとうございます。グランブルーファンタジー運営事務局ですと、4月9日の16時にアップデートが実施されました。本アップデートは下記のゲーム更新、ゲーム調整ショップのリニューアル、不具合対応を行いましたということで、まあ、まず一つ目に先ほど動画を上げたんですけれども、ソシエの最終上限ガウが可能になっております。で、まあ、あのソシエの性能についてはね、下の、動画の1個前の動画にて見ておりますので、ぜひを見てください。でそこからだよな、まあ、ソシエの性能キャラ調整があったよっていう、まあこれもあの1個前の動画の方で、見てますね。でショップのリニューアル、これ大事だね。ここからトレジャー交換アイテム、他回復アイテムから交換できるエリクシールハーフとソウルシードの1日あたりの交換個数の制限を、撤廃いたしました。宝珠、巻、ジーン、聖書の各種トレジャーの1日あたりの交換個数の制限が撤廃、新たに1ヶ月あたりの交換個数の制限を、設けましたということで、まあ今まで1日に1回までしか交換できなかったっていう交換が1ヶ月分まとめてできますよっていう風になったんだよな。だからまあ聖書のかけらとか、まあここのアイテムだよね、10点集の限界超越に6000個とか必要になってるのかな、かなりの数必要になってて、まあ聖書のかけら足りねえよっていう風に言われがちだったんですけれども、まあ今回のアップデートにより、そのあたりがすごい楽になっております。こちらかな、聖書、便利じゃないこれ。でかいやつを崩す、この聖書の塊をかけらに変えることが多いんですけど、もうこれをいきなりこうやっていけんの、まあでも50個までなんだまあ50個までなんやな、これもう50、50、50、50でやらなきゃいけないんだ。できれば100とか200とかになると嬉しいけどね。まあ多分処理の関係で50までしかできないんだろうな。まあなんかそんな感じなんですけれども、まあこうやって交換して月ごとにまとめてできるから、まあ聖書のかけらが欲しいですよっていう時はちょっと交換しておくと吉みたいな感じかな。まあこの5個で300ってことは、1000、5個で300ってこと、1500個ぐらいかとなると、まあそうですね、2ヶ月ぐらいあれば、1限界超越に6000個ぐらい必要なんで、まあちょっとこう2ヶ月ぐらいあってれば、他の石砕きとかもしていると6000個ぐらいは溜まりそうかなっていうような感じなんですけど、まあこの聖書のかけらをまあ毎日毎日交換するという、まあ七面倒くさい調整をしてたんですよ昔はね。ということで、まあそこの調整がなくなって月に1回っていう風にできるというのはかなりありがたいような気がしますね。ポイントショップもちょっと見ていい？俺まだポイントショップのね、今月の交換してないんだよね。ポイントショップの交換と、まあ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 こうやってこう月始めになった時にムーン交換系、まあここら辺のどうしようかな、何交換しようかなっていう時に、このムーン交換とかに月にまとめて聖書のかけらとかも交換できるっていうのはすごい魅力的なような印象を受けましたね。であとハンジルもできるんだ、回復アイテムのエリクシールハーフ。まあこういう系の余りがちトレジャーですよね。特に序盤系のやつは余りがちじゃない、戦火ボックスとかで、交換しがちなので、まあここら辺とかを交換、月ごと分こう月20個で交換しちゃってハンジルを稼ぐとか、まあそういうのが大事な感じになってるのかな。まあもしちょっとこう今までね交換してた人はここら辺でさらに月をまとめて交換できるので楽になったんじゃないでしょうかというようなアップデートでございます。結構熱いよなこれな。で次が
トレジャー交換、トレジャーローズクリスタルから交換できるジョブの証の交換に必要なトレジャーがローズクリスタルのかけら3個からローズクリスタル1個、ローズクリスタルに変更されました。そう、今までローズクリスタルをローズクリスタルのかけらに変換させてくれって言われてたの。そう、かけらの方が使用頻度が高くて、そのボスを討伐、ローズクリスタルを討伐した際にもらえるローズクリスタルが余りがちだったんですよね。かけらは使ったのにローズクリスタル使わんっていう状況になってたから、まあそれがローズクリスタルを必要になったことによって、まああのあれだよな、ちょっとこう無駄なく交換できるんだって感じかな。で、師匠降臨に王竜のアニマ、コクキリンのアニマが追加されました。ちょっと見ていい？ローズクリスタルと王竜コクキリンね。ローズクリスタルは、よいしょ、ローズクリスタルはこちらですね。そうで、まあ交換に関してここのかけら、ここもともとかけらだったから、だから俺もそうなんだけど、かけらをスタックしてたんだよね、ローズクリスタルではなく。そう、かけらをスタックしてたんですが、まあなんかローズクリスタルに交換していいよっていうような感じになったのが一つと、あと王竜国麒麟なので、師匠降臨か、師匠降臨ですね。こちらの方に王竜のアニマ、あ、札束から行けるんだ。へー、あ、なるほどね。だから王竜国麒麟 HL とかをやらなくてもっていう感じではあるのかな。うん、王竜国麒麟をやらなくても王竜のアニマが手に入るよっていう感じなんですけど、まあ王竜国麒麟 HL やったら、まあ王竜国麒麟のマグナアニマがほぼほぼ確定でもらえるんで、王竜国麒麟のマグアニもしくはヒヒイロカネっていう二択なんだよな、あの自発赤箱が。だからまあ基本的に王竜国麒麟をあの武器が揃ってない人は、HL の方やった方がいいと思うけど、まああの札束をトレードするっていう、まあ、要するにこう買いアイテムを上位アイテムに変換できますよっていうのがある程度明言された形になるのかな。まあ、買いアイテム札束系はねっていうような扱いになったのかなっていうふうに思いました。で、下の方を見ていきましょう。あ、来ましたね。そう、これ欲しかったっすね。以下の6竜討伐戦で得られるトレジャーの交換に必要なソナルかけら、ショーのエレメントの数を引き下げました。対象トレジャーがイグナイトラップル、必要数が100から30、壁輪100から30。で、アンセスタルシリーズの交換に必要な素材の数が引き下げられました。おめでとうございます。皆さん、ワムデュスナイダリアで悩んでる方多かったですね。もともと150個必要だったんですけれども、これが必要数50個になったことで、まあ3分の1だよね。150は結構重かったけど、50だったらまあまだなんとかっていうことで、まああの視聴者さんだったかな、視聴者さんがなんかワムデュスナイダリア足りないんですけど、なんかこうで、マンスリーミッションのワムデュス討伐100体と、あと、ワムデュスナイダリアの必要数が50個になる、これを組み合わせれば4凸1本増えるんですみたいな、エイペックスやりながらちょっと喋ってたんですけど、確か。まあそういうのもあって、うん、みたいな。なんかワムデュスナイダリア集まっていいですね、4凸2本目集まるのいいねみたいな話をしてたんですけども、まあこの交換必要個数150ってかなり重かったですから、これがね3分の1になったっていうのは個人的にもかなりでかいなと思いました。で、武勲の輝きで交換できるトレジャーの調整を行いました。あー、ここら辺の個数制限が撤廃されたと、まあ大きな感じじゃないかな。あ、武勲の輝きの数が交換、調整されました。10から8。あー、自発系素材が安くなったって感じか。なるほどね。まあここら辺はあれじゃない、10点集の取得とかに必要なアイテムだったよね。プロミネンスリアクター20個とか30個とか、まあそのあたりでちょっと泣いてる方もいらっしゃったんで、まあ、プロミネンスリアクターとか、まあ俺が知ってた頃はですけど、なんかこうグラブルにそこまで熱がなくて、もう軽くグラブルやってますよっていう人たちが、まあ、ここら辺のアイテム足りねえなっていう風に言ってる方もいらっしゃった、うん、実際ね。なんで、まあ、ちょっとそこら辺の調整があったのかななんていう風に思いました。で、栄誉の輝きについても、個数制限がこんな感じで撤廃されております。で、必要な栄誉の輝きが調整されまして、うん、オメガユニットが1000、バハムートの四電角が500で、あ、そっかそっかそっか、ベリアルの、あ、ベルゼバブの羽か、まあ、これも追加されたんですね。また一部トレジャー並び順が調整されました。まあ個数の素材的にはちょっと重いですよね。やっぱ武器交換が優先されるっていうのは間違いないんですけど、まあ足りねえならしゃあねえみたいな感じで交換しそうかな。で、奇跡で交換できるトレジャーが調整されました。あ、
奇跡の数必要個数がちょっと減ったと。でさらにそうこれだね、星晶のかけらが、奇跡交換で追加されたんだよな。3個で1、もう3個で1なんだよな。まあちょっとやっぱ基本的にはこう狩りで稼いだ方がいいんですけど、まあ、最悪の手段星晶のかけらここにあると、うん、いうような感じですね。で、トレジャー交換、武器から交換できる一部武器をラインナップから削除しました。あ、 SR 武器たちですね、武器から交換できる SR 武器系統はほぼほぼ交換されなかったので削除しましたよというような感じになっております。ということでね、まあ、今回のアップデートに関しては、まあ、今までの交換必要数とかを運営が鑑みた結果ある程度調整されたよっていうものが多くなったんじゃないですかね。まあローズクリスタルが、まあ、価値的に上がったっていうのは個人的にはでかいなと思ってて、まあ、ちょっとローズクイーンに関してもいつか調整を行いそうかななんていうふうに思う希望を、見出しましたね。で、まあこういう系統、まあ、会計のアイテムを上位に変換できるよっていう機構によって、まあ、その初心者の人がこう素材を集めてゆっくりやってても、まあ、カバーが効きますよみたいな調整にしてるのかななんていうふうに個人的には思ったんですが、まあ、他にもね交換数、まあ、やっぱここら辺6流の武器とかはちょっと交換必要数が多すぎて150とか多すぎたせいでどうしてもちょっとこう交換に手出すの難しかったんですよね。僕もねワムデュスナイダリア1本交換したんですけれども、それのせいによってちょっとアイテムに関してですねちょっとこう偏りが生まれてしまうぐらい、かなりこれ見てほしい、イグナイトラップル350160ワムディス250320450230ということで、まあ、明らかにアビサルトラジディがちょっと少ないんだよね。でまあこれはこう意識してソロ6流のワムディスに通うことによってちょっと数戻したんだけど、マジで一桁台だった。だからカトルの限界超越を行う時にアビサルトラジディ使ったんだけど、それの時にねアビサルトラジディが枯渇しちゃって、うん、いろいろと大変なことになってたんですよね。まあそこら辺考えると、まあ、ここ見ると分かりやすいかな。ここら辺のワムディスの龍樹とかが他と遜色ないのにアビサルトラジェディだけが明らかに少ないんですよ。でつまりそこから導き出される答えは、まあ、普通にやってたはずなのに少ない、アビサルトラジェディのね要求数がすごくて数に偏りが生まれちゃってたっていう話なんですけど、まあそのあたりにこうテコが入ったのは個人的には嬉しいなと、今後にも期待できるななんていうふうに思った次第でございます。まあ一月にねまとめてこちらの星晶のかけらも交換できるよっていう風になったことで、ゲーム自体がこうなんだろう、対局を見てサジに気を取られる必要がなくなったと言いますか、まあ今で言うと古戦場をやってるから古戦場以外のことにこうパワーを使わせるんじゃねえよみたいなね、まあそんな感じになってると思うんですけれども、まあ古戦場にパワーいける、こう自分のやりたいものにもっと目を向けられるようになったアップデートなんじゃないかなと思いました。ということで、今回のグランブルーファンタジーアップデートではいろいろと遊びやすくなる調整が来たよっていう動画の紹介動画でした。参考になれば幸いでございます。それじゃまたお会いしましょう。じゃねーん、バイバイ。